主催者が全員に上がれっつってんだよ。上がってきてね、なんとか社のやつがいるだろう、ね、出てこいよ。タレント揃えて、その3文字胸につけて、俺は UWF だなんて顔してんじゃねえぜ。ここにいる人間は誰も見てねえところで生き続けてきたんだよ。名前はねえけど、暑い夏も寒い冬も生き続けてきたんだよ。その俺たちに対してお前らがやってるものがどういうことかは川村が言ってくれるから。頼むぜ川村亮。これがハードヒット。これできる？これ俺らは逃げも隠れもしない。真っ正面が出てるからやれる。佐藤さん、川村さん、現在進行形の龍の試合しっかり見させてもらいました。正直今体の奥底がすげえ熱くなってます。俺たちリレット UWF がこの U スタイルでやっていく以上、ハードヒットさん、ハードヒットを避けてはいけない、超えなきゃいけない壁だと思ってます。6月9の対抗戦、俺たちリレット UWF がハードヒットを倒して、俺たちリレット UWF が令和の優を築いていきたいと思います。6月9日よろしくお願いします。後ろ見ろよ。試合もしねえのそこに立ってるのにイライラしてるやつもいるんだよ。呼んで悪いけどな、帰れ。前もマジで今日和田拓也が来なかったこと感謝しろよ。生きて帰れるんだからな、早く帰れ。見てないだろうけど、プロレス、格闘技、お金を何でもいいよ、飯食う以外のもの不要不急って言ったやつらよく聞けよ。お前らの耳何が入ってるか知らないから全部解いて、てめえの鼓膜に聞け。
世の中にな、人間の生き方にな、不要も不急もねえんだよ。これがハードヒットな、以上ありがとうございました。